みんなこんばんは。こんばんは。こんばんは。こんにちは。ありがとう。来てくれて。みきちゃん、ワンちゃん、大輝ありがとうね。みやこさん、みやこさんありがとう。メルちゃんも来てくれて。ピーマンもありがとう。日陰さん。こんにちは。こんばんは。ありがとう。来てくれて。こんにちは。メルチ、こんにちは。ゆきちゃん、ピンファー。ピンファー。こんにちは。なんで土下座してるの？なんで土下座してんの？こんばんは。みやこ、こんばんは。ありがとう。来てくれて。ちょっと待機を開けるのが長くなっちゃいました。ごめんね。仕事中映画見るね。あー、メルチ、そっか。じゃあまたさ、よかったらアーカイブでさ、一緒に見よう。あくび飛ばね。今日疲れちゃったわ。何そのピンファンスタンプ。同じくなのよ。え、ワンちゃんも仕事なの今？そうなの？マジ？こんな時間まで仕事してんの？やば。ちょっとさ、最近さ、寒い時期とさ、なんか暑い時期が混合しててさ、体調崩しやすいと思うからさ、まあ、みんな仕事とか頑張りすぎないようにな。お仕事なお仕事なお仕事なうか。結構今回遅い時間帯スタートに設定したと思ったんやけどな。なうなう。お風呂なう。え、マジピンファ。お風呂なうなの？仕事終わったらバイトする。え、やばくない？どんだけ、なんでそんな忙しくするの？休んでほしいよ、私は。あんまりさ、無理せんといてな、みんな。よいしょ。ちょっとね、あのね、待ってね。よっこいしょ。バイト、バイト、バイト。まあ、運転だけだから。まあ、でも、それでも、休む時間は必要。でも、映画見れん。あ、お風呂やから？お風呂やから映画見れんの？お風呂上がったらじゃあ見ようかよ。ねえ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 。ねえねえ、お風呂上がったら映画見ようよ。見れんの？それは。はぁ、ちょっと待ってね。映画の、スタート、あともうちょっとでスタートにするから、あ、10分に、いや、ディズニープラスにまだ入ってない。あ、そういうことね。あ、そういうことか。え、でも私ディズニープラスあと3んもう2週間ぐらい経ったから、私のねディズニープラスの有効期限はね、あと2週間ちょいなのわけよ。だから、あのピンファが今から入ったら、あの半分ぐらいは楽しめる感じ。楽しんでね、ゆきちゃん4回目で見て楽しむ。ありがとね。ありがとね。わざわざそんなね。ワンちゃん、あれなのに、ディズニープラス入ってないのに。ありがとうね。こんあ、くだものさん、こんゆき。ね、くだものさんさ、アベンジャーズのシリーズさ、全部見てくれててさ、エンドゲームまでさ、びっくり、びっくらポンだったんだけど。もう、すごいでしょ。そんな、1日でそんな過剰摂取して大丈夫なの。スマホを部屋に持ち込んでポチャン。風呂に持ち込んでポチャン。いや、まあでも、iPhone って、あれだから、防水だから。まああの、つけたら終わりだと思うけどね。つけたらダメだと思いますけどね。楽しかったよ。楽しかった？衝撃展開だったでしょ、エンドゲーム。ジップロックにスマホ入れて買えない。まあそういうのもあるから。3COINS とかにさ、スマホ用のさ、そのお風呂で使う用のジップロックとかあるからね。ゆきさんが言ったシビル王まで見終わって、シビル王まで！え！みやこも見てくれたの？マジか。嬉しいんだけど。なんかさ、多分さ、あれよ。ガーディアンズたちと、あと、まあ、今見てるね、マイティーソーとかのね、関連のやつがちょくちょく出てきて面白かったでしょ？シビルはなんともなく見えなかったのが心の声だった。あー、まあ、でもなんかエンドゲームはさ、なんか根本的な話でさ、アントマン見てないとわかんないよね、多分ね。だってアントマンがいたからなんだもん、みたいな。ゆきちゃんの経済効果すごい。もうみんなありがとね、見てくれて。ありがとね、本当に。みんなディズニープラス入ったりしてくれて嬉しい限りでございますわ。
静かいろいろ見る。お、いいね、メルチ。アントマンやったやつがいいの、キムチで突き進んだ。まあ、そうそうそう、小さくなれるのよ、みたいな。アントマンは小さくなれて、なんか量子世界みたいなのに入れるのよ、みたいなね。そういうのだけ。わ かっとりゃええよ。アントマン、アベンジャーズシリーズ、なんか多分ディズニープラスに、そのマーベルの時系列順の、なんかね、リストがあるはずよ。だから、それの順番に見たら大丈夫みたいなのがあるはずだから、入ったらね。ロードショーでやってたよね。あ、多分やったと思う。でも、アントマン&ワスプかな？やってたの。アントマンの1とアントマンの2があるんだけど、見ないといけないのはアントマンの2を見ないといけない感じだと思う。あ、やばい。あと30秒だよ。みんな、再生ボタンの準備はいいか？10分になったらスタートするからね。10分に、用意スタートでみんなで見るからね。あと、4、ん？あと20秒だよ。あと20秒。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。カウントダウンの準備をしよう。あと15秒かな？ 15 秒よ。15、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、スタート！いけたか。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。おわ、もう完璧！この秒数。もう完璧だわ、これ。もう完璧にいけてました、私、これ。時系列あって助かった、助かった。ね、あれ助かるよね、本当に。ちょっと待って。ブー、開幕です。開幕、ブブー。私、これ本当にラブ&サンダーかな？冒頭からなんかよくわかんないところにいるわ。え、なんか全然、あれだな。全然知らない人が映ってるな。なんだこれ。実際問題、砂漠にさ、こんな風になったらさ、どうするべきなんだろうね。土の中に入るのがどうなんだろう。土の中に入るのは。ひー。しんどい。歩き続けてもね、どんぐらい広いんだろうね、砂漠ってさ。子供は栄養がないと生きていけないのに。こんばんは。キッチンさん、こんばんは。ありがとう、来てくれて。もう映画始まってるよ。目が、でもな、これな、日焼けしてる。死んじゃったのかな、女の子。ちょっと待って、リップ塗るね。しんどい。冒頭からなんてしんどいんだろう。お墓作ってあるんだけど、しんどすぎるんだが。そもそもなんでこんな状況になったんだろう。リップ濡らしてね。お前は十分に苦しんだ。いきなり謎悲しい展開ね。知らない女の子が死んでしまうという謎展開。あれ、さっき履修してえな。でも、あれよ。そのさ、アベンジャーズシリーズ、エンドゲームまでのやつがさ、もう揃ってるから、もうね、供給すごいよ。素晴らしいって感じよ。順番に見、あ、時間かかるけどね。何これ？オアシスやんけ。これがあれば娘は助かったのに。あ、水。幻覚じゃない？これ。でも幻覚じゃなさそう。こんなの急に現れるのかしら。あれ、しかもなんか木の実みたいなのも。何？痛い！痛い痛い！こういうパックリ割れが一番痛いんだから。うわ、絶対幻覚やん、こんなん。誰？
ラプー。今日一日で5作品牛乳。やばすぎ。よう見たわ。あ、砂漠に不時着したわけじゃなくて、あれ枯れた土地なんだ。ゴアって聞いたことあるの。なんか北欧神話の神なのかな。反応みたいだけでも眼福やな。ピンファ、無理せんとってな。無理せんとってな。反応見てるだけでもって。なんて、なんかあれだ。焼肉屋の煙でご飯食べてるみたいな。わ。何この人。何この人。わかんねえ。てか、お前にこういう、あ、ピンさん、こういう気、今見てるのよ。ラブ&サンダーを。なん、口元に。うわ、最低の神。え、どういうこと？あ、すごい。ネックレスになってた人か。おお、傲慢心や。傲慢心。ひえ。ひえ。え。何？かわいそうやね。どうしたんや。お、ビフレスト？え、わからん。本当にわからん。なんか、いろいろ飛んでてわからない。ビフレストってあれだな。ビフレストってあのさ、鍵ガチャってやるあの黒人の人か。うわぁ。めちゃめちゃ急に落ち着くやん。あれみたい、あの落ち着けって言って次の子までスンってなって急に落ち着くなみたいな、あのよくあるコマみたいな。あれ漫画2巻ぐらいしてくれるね。本当に何が起きたんでしょうか。まあでもエンドゲームの後だからな。あれですよ、アイアンマンとかなんていうの、そのキャプテンアメリカとかそういう人たちの次のフェーズに入ってるよね、多分このラブ&サンダーっていうのはね。うわー急に落ち着くな。あ、それ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 。あれ元ネタ知らんけど漫画のコマだけ知ってるんよな。なんでなんだろう。ああいうの多いよね、ツイッターネタみたいな好きなやつ、そのネット脳になって、ちょっとね、入ってる。あ、果物さんが好きな人だ。デスノートのコラかな。あ、そうだ、デスノートだ、デスノートだ。りょうを思い出したわ。そうそう。あれ、ああいうのってネットに転がってる漫画ってコラ多いよね。あれが本物だと思ったらあれだけど。工具くんだ。工具くんだ。あ、なんかね、あのね、あのね、吹き替え？吹き替えだからわかんないけどね、字幕版の工具くんのね、声優さんってね、このラブ&サンダーの、監督らしいよ。うわぁ、そう。そう。なんか工具くんの声優さん、監督らしいよ。タイカ・ワイティティさん。わあ、マジかよ、すごいなね。そのタイカ・ワイティティさんってそのこの監督の、わあ、
弟は失いすぎなんだよな。というか3で彼女放置してなかったか、してた気がする。あ、すごい。でもなんか説明してくれてるよ、工具くんが。いろいろあらすじみたいな。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーだ。AC バンプしてる、素晴らしい。見てなくても助かるね。そうだね。すごい、ダイエットしてる。あー、ガーディアンズたちだ。え、いっぱい出てる、やだ、嬉しい。うん。あ、浅野忠信？浅野忠信じゃなかったわ。ガーディアンズエンドゲームにやりてよかったよね。出た。え、なんか、こんなほうきみたいに使ってんの。ハリーポッターみたいな。ハリーポッターみたいな感じになってる。魔法使い感増したね。もはやもう振り回してもいない。わあ、本当になんかもう共闘してんじゃん。やばい、神みたいになってる。教祖様みたいになってる。おもろいなぁ。山ちゃんいいっすね。あれ、なんかさ、顔の色青いとあれ思い出すね、最初のさ、ロキの、ロキの先祖だね、お父さんたちを思い出すね。え、でもさ、そうはやっぱちょっとあれですね、神っぽいというか、ちゃんと率いてますね。氷の巨人、あ、そうそう、氷の巨人でも違うっぽいけど。穴開いてるよ。あ、いい、似合うよ、そっちの方が。え、かっこいい。え、かっこいいじゃん。え、なんかさ、あれだよね、やっぱ前回の何、なんだっけ、バトルロイヤルからさ、監督変わったからさ、ちょっとなんかギャグ調強めになってて好きだな、私は。かっきいいね、やっぱそうは。でもロキ、もうロキ亡くなっちゃったから見れないんだろうな、このラブ&サンダーでは。うわー、かっこいい。えいや。神にも笑顔が戻れましたね。おー、ガーディアンズたちがいるだけで嬉しくなっちゃうなぁ。ちゃんちゃんちゃーん。新作なくてもその後の活躍になるんですよね。ちょうどさ、なんかさ、ガーディアンズたち見てよかった。やっぱなんかギャグシーンだな、に見えちゃうな。かっこいいんだけどさ。
そう、ようさぎ、あ、りんご、りんご、よう、りんご、よう、りょう、よう。よう、よう、よう。きょー。よう、よう、よう。よう、よう、よう。あー、後ろの神聖なやつ。おりゃー。かわいい。掛け声がおりゃーなのかわいい。あれ、誰だろう。おりゃー。ねえ、このさ、ジェーン・フォスター役の人さ、私、全然気づかなかったんだけど、ツイッターで言ったけどさ、ナタリー・ポートマンっていう女優さんでさ、レオンのさ、小さい女の子だったんだよねっていうのをね、めちゃめちゃびっくりした。綺麗になったね、ほんと。破っちゃった。インターステラーの話してます。あ、激辛のチートス食べたい。私もドンタコスとか食べたい。チョリトスとか、ああいうの辛いの。スナック菓子食べたいな。ブリトー食べたい。ああね、この前さ、リメンバーミー見た時からさ、食べたくてしゃあない。チーズのやつ。んって、ガンとかなのかな？ジェーン、病気になってるのか？ステージ量4。ああ、結局ジェーンはね、なんか3で出てこなかったですけど、何してたんでしょうね。何の病気の申し出とかやめてよね。いや、でもなんか久々に出てきたと思ったら、ジェーンガンとか病気って言ってますけれども、大丈夫には見えませんけどね。ジェーン・フォスター。あれじゃん。全裸になって警察に突き出されてた人だ。なんかさ、がんとかのさ、治療ってさ、結局のところさ、いろんななんか方法とかあったりするけどさ、なんか不確証なものとかも信じちゃったりとかするからさ、そういうので儲けたりしてる人とかもいるわけじゃん、悪い人とかって。ほんとね、よくさ、できますわ、そんな残酷なことが。ルキに操られた、そのルキに操られた人。ルーちゃんが言ってたやつだね。新しいアスカルドって。作ったんだよって地球に言ってた。だいぶ だいぶ順応してますね。CM まで出てて。
昆虫くんじゃん。うわー、フェリーまで乗りつけて。え、すごい。バルキリーさん、生き生きしてますね。ね。豪華になってるわ。観光地になってるね。またなんかやってる。ミスト振りかけてる。姉がいると。え、ロキかっこよくなーい。あ、すごい。やだ、なんかめちゃくちゃめちゃくちゃ安っぽい。演劇好きだなね、みんな言い伝えたいんだね、やっぱね。そう、相変わらず言ってるね、お兄さん。ちょダサい。やだやばすぎ。もっとあっただろう。もっとあったじゃん。え、なに？終わり？ここで？意味がわからん。ちゃんと最後までやれ。あ、でも確かにあれか、このハンマーの説明のためにあの演劇をやってたのかな。あ、修学旅行とかで行くんやろな。こんばんは。あ、ヒロさんこんばんは。ありがとう、来てくれて。ありがとうね。今日も来てくれて、ヒロさん。あ、ジェンじゃん。お？お？結局ボロボロになったやつはここに置いといたんだね。どうしたんだ？ボロボロの神殿。神殿ボロボロですけれどもね。え？え？なんかあの志村けんさんの声の真似するギャギのことを思い出した。わざわいの押し付けられとるやん。うわ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 、でかっ、ヤギ。うわっ、あっ、攻撃。あ、口笛できるじゃん。嘘。え、結婚。
なんだと？ラジオですが、ゆきのライブ来ます。ありがとう、ひろさん。いつもありがとうね。話しやすぎて草なんだ。わ。でもなんか、あれだ、現地妻いっぱいなんだね。好きだけどさ、好きだけどさ、このおじちゃんは。ちょっと、そういうとこは好きじゃないな。女にだらしないとこ、無理。ん？どうした？そう。どうしたの？そう。あ、そうってそんなに生きてんだ。なんで失ったのかな？全然知らないな。なんで？ああね。ガモーラのことじゃなくて、ああ、いや、うん、あ、そうね。ガーディアンズのその、話はそうだと思うけどさ。なんでさ、ソウは、ジェーンとお別れしたんだろう。俺の船を俺にくれるんだ、ありがとう、なんつって。仲良し。え、かわいいな。でもここでガーディアンズたちとはお別れなのかな？じゃあ。まあ、そうが邪魔で見えない。ヤギは置いてくんだな。あれで、もう待って、これ2と3の間か？え、違う違う。え、2と3って何？何度2と 3？ ガーディアンズの。ガーディアンズの2と3の間。じゃない。ん？そうかも。あ、そうかもしれん。うん。ちょっと待って、マーベル事件入れつと、あ、そうだそうだそうそうそうだそうだね、あの3は、3はこの後だ。エンドゲーム、エンドゲーム、エンドゲームと、ラブ&サンダーと、その後に、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの3。そうだね。そうだそうだ。2と3の間だ、これは。いい感じに終わったもんね、ガーディアンズは。何これ？真っ暗。
誰だろう。さっきの神殺しの人かな。わあ、だいぶ怖い見た目になって。死神みたいになってるじゃん。でもあの神が悪いじゃないですか。なんでみんな他の人もさ、するんですか？なんか、なんでもかんでもさ、なんでみんな、まとめてさ、恨むの？悪いのは、一人だけなのに。すべてが憎いのかな？うわぁ。やば。私もさ、今こうやって配信してるときにさ、外からさ、わーって聞こえてさ、こんな風な惨状に外になってたらどうしようかしら。地獄やわ。でも助けに来てくれたよ、僧たちが。で、これで、これで神たちをおびき寄せて、で、そんで、殺してたんだ。だ人々を、人々をこう、なんか、おとりにしてるわけだ。罠なわけね。でもさ、バルキリーさ、死なんとってほしいな。ねえ、バルキリーはちょっとね、いい人だから、なんか前作からのさ、とか、なんか、いい仲間たちって、なんか、死なないでほしい。だって今、ニヤついてたもんね、あいつ。ん？これは？これはあれでは？これはあのハンマーを見に行った。ムジョルニアっていうのはハンマーのことだよね、確か。ムジョルニア。よくあるやつだな、これ。よくあるやつ。後ろの人に手振ってたみたいなやつ。おお。めちゃ強いじゃん。砕けた方が強いじゃん。ジェーンじゃない？これは。これはジェーンなんではないですか？すごーい。バラバラになった方が。いいじゃん。戦い終わってから話し合いね。そう、かっこよ。ね。ジェーン、美人。髪長い方がやっぱり似合うね、ジェーン。待って待って。なんで、ジェーンと別れたか説明してくれるみたいだよ、みんな。聞こう、聞こう。聞こう。静かに聞いとこう。楽しそう。かわいい。かわいい。一緒に映画見てんの。やばい、かわいい。ラブラブやん。彼女を守ってくれ。おー。ホットドッグ気に入りすぎちゃうね。そろそろ外しない。家帰ってきたら外しなよ。なんかさ、マイティーソーとさ、ダークワールドか、なんか、どっかの間でさ、ソーがすごい成長したなって思った時あったじゃん。
それってジェーンのおかげだったのかもしれないね。成長したのは。なるほど。まあ、ジェーンすごいもんね。研究がね。なるほど。なるほどね。近くにいすぎてっていうこと？あ、手紙を。はーい。なるほど。まあ本当に愛を育み、で、その結果ちょっとすれ違いが起きて、まあ恋人同士のよくあるやつって感じか。ことですね。守る人ができたみたいなね。まあなんか、やっぱりすれ違いというかね。お互いのことを思えば思うほどみたいなところですね。まあでも喧嘩別れしたわけじゃなくて、ちょっとなんかすれ違いがあったよっていうそういうことなんだね。あ、出た。根本の悪。根本悪。そう殺されちゃうんじゃねえの？わあ。おお。すごい強いなあ。ああ。大丈夫かな？ちゃんとそうはおんね、ジェーンはハンマンって武器持っていいね。なんか結局のところね、なんか差別化できてていいっすね。触れるっちゃ触れるんやね。ジェーン来てー。ジェーン来てー。大丈夫かな？嫌な予感するなー。あ、逃げた。やば。大変。どうすんの？さらって子供。えぐー。キモおり。どこ行ったの？やば。ちょっと怖いね。ゆきたんやん、一緒にメンバー。こんにちは。ありがとう、来てくれて。ありがとうね、挨拶だけでも来てくれて。昨日、大丈夫だった？リナ。子供はトラウマなんだよな。いや、ほんとよ。あ、一方的にジェーンが。でもさ、お別れするときはさ、やっぱり、話し合いしたいよね。ああね。辛い。
一組キャンセルだったけど、いつもより忙しかった。あら、まあでも一組キャンセルか。あ、陛下になったの？ああ、またなんかあれだ、舞台にしようとしてる、演劇に。陛下服装ラフっすね。それがいいっすね。ラフでいいっすね。まあでも、来んのかな？パパだよって。もう今はそっちでしょって。まあね、ここで騒ぎ立ててもね、しょうがないよね。でも何かしないと。何かしないとね、家でおとなしくなんかしてられないんだろうね。子供みたいなもんなんだ。自分以外に懐いたらやっぱ嫌なんだ。なんか、金髪同士でかっこいいな。すごくない？やっぱさ、ジェーン役の人。病気の時とさ、今の時のハキハキ度が全然違う。でも最後にめっちゃ美味しかったって言ってめっちゃ、いいね。そういう時に、そういう時にさ、ちゃんとシェフを呼んでさ、美味しかったですって言うのって大事だね。私そういうとこ行ったことない。シェフを呼ぶようなところに行ったことがないからわかんないですけど、じゃあもしシェフを呼ぶようなところに行ったら、なんかぶっ壊れてますけど。なんかそう、シェフを呼べっていう時にあれば、呼んでみる。私も美味しかったら。金髪と銀のやりになってめっちゃかっこいい。ジェーンの金髪とってもいいですね。ヘイムダル？へえ、鍵の男の人だね。呼ばれたわけじゃない。少し遠目から風に吹いて奥様の差しが来て。あ、そういうことね。なるほど。出てきてくれるとこ、時もあるんだ。ヘイムダルはもう、そう、なくなってしまったから、ヘイムダルは。おお！あ、子供たちが、あ、なるほどね。どこ、ここ。ちょっとあんまりマイナスなこと言わないでもろて、子供の前で。帰るって言われて。何これ、どこなん？でも、空が。いや、あれだね。そうって、子供向けじゃないね。全然。子供っぽく、子供との相性悪いかも、そう。宇宙？何これ、どこ？
リーダー。影の国？ジョークっぽい言い方するけど、ジョークや、ジョークじゃない。そう。ほう。何それ、知らない。へえ。あ、じゃあもう今回はもう神と協力するターン。ゼウス。ゼウス知ってる。すぐ知らないこと言う、わかんない。マーベルにゼウスっているんだね。ね。なんかでも、本当に神の名前って私全然知らないから、ゼウスぐらいしか知らん。え、これでいいの？出た。 まだいんの？この ヤギ。ハデス、あ、ハデスって青い炎の人だね。ポセイドンは海の神だね。さ、道が開くやつでしょ？海がパーって。ねえねえねえ。え、ポセイドンとか出てくるかな？ちょっとワクワク。嫉妬してる。似合ってる、似合ってる。髪の色も。もう呼んでももう来てくれないのかしら。あ、嫉妬してるよ。嫉妬してるよ。小野くんが。え、体やっぱ良くないのかな？え、やば！え、やっぱ変身解くとそんな感じなんだ。え、大丈夫なんかな？てか、ジェーンのお母さんもガンとかで亡くなってたってことなのか？え、だってさ、ソウもさ、変身といったら普通の姿に戻るやんか。で、ジェーンも変身したらこういう元気な姿だけど、わー、元気な姿だけど、普通の状態はやっぱもう病気に侵されてる状態ってこと？洗面台が死んでます。バルハラってなんなん？確かに。バルキリーだもんね。かっこいい。え、いい、私もそのポータブルスピーカー欲しいな。
あ、いいね、女同士のこの。あーんって。北欧神話の英雄の戦死者エインヘリアルが降るグレインズラヘラムにある館で出てきた。まあ、楽園みたいなもんか。え、これいけるんですか？ヤギってここで役に立つんだ。え、すごーい。え、すごーい。こんな？ 虹の橋みたいなのができるの？何の原理で？不思議。ヤギさん仕事もらえてよかった。そうだね。よかったね、お仕事があって。うわー。うわー、楽園みたいなとこ来たよ。何ここ。ヤギうるせ。ほんでもってヤギうるせ。今日コタロウいなかったじゃん。綺麗だね。ね。なんかこのさ、ヤッターマンみたいじゃない？コタロウがムジョルニアみたいな感じなんだね。コタロウは私のムジョルニアなの。暗い。コタロウ、ぽよよよん。ぼよんぼよんぼよん。コタロウ。あ、気になってる。モフモフムジョルニアン。私の。モフジョニア。モフジョルニア。わかりやすい。そんなことないでしょ。でもさ、ジェーンがさ、まださ、こう、なんか何千年も生きてる中での、なんか、ジェーンがまだ生きているってことは、まあ言うてもさ、8年、8年って大昔かな。そうにとって何千年も生きてる。最近じゃね？ キャー！何こいつ？きめー。うわっ！なんで子供たちにそんなことするの？え、なんか、ボルデモートみたいなやつ。ひゃー！やば！そりゃそうよ。あ、てかでもこの人はさ、あれじゃんね、娘亡くしたわけじゃん。だから集めてんのかな、子供を。だから子供。でも子供にひどいことはしないはずじゃん。娘がさ、亡くなったわけだからさ。なんかもう本当に、全然、落差がすごい。何こいつ、キモ、ね、キモ、本当にキモ。もうメタ的なところもあるよな、なるほどね。やっぱり神を連れてくるためにさ、そうだと思うけどね。うわあ。なんか、ドクターストレンジのぐるぐるみたい。
わー、金色のドラゴン。あ、ね、いるのかな？さっき言ってたくだもんさんとかが。小籠包の髪かわいい。え、待って。小籠包の。あ、ゼウスだ。ゼウス、ゼウス。パオもゼウス、ゼウスって言ってます。わー、登場かっこいい、ゼウス。え、どんな感じなんだろう。かわいすぎて草ね。パオ。 あれ？え、なんか思ったより全然かも。本当に？偽物みたいなゼウス。あ、そうなの？え、ゼウス。ヒーローみたいなね。おお。え、パフォーマーだね。へ え。え、なんかでもちょっとあんま嫌な予感しかしないかもしれないな。大丈夫かな、このゼウス。性格悪そう。なんかさ、ランチキ騒ぎ？ランチキ騒ぎ？女、え？サタン？あら。え、でも全知全能の神ゼウスと言われてでもなんかちょっとあれなんすね。ムチムチなんすね。でもさ、なんかゼウスの後ろにあるさ、なんか太陽みたいなやつあるじゃん。あれ、最初の冒頭に殺された神様のさ、頭の飾りに似てるね。お、ちゃんと、確かに似てる。関係者あったし、どうなんだろう。ピンファどうしたの？その、うんふん、みたいな。うんふん。うんふん、みたいな髪。顔。本当？
こいつもヒドラか。どうだろう。わあ。ちら。え、ロキのタトゥーしてる。シャイなズッキーニってどういうこと？ シャイなズッキーニってそれってそういう。ロキー。そこは突っ込まない。あ、うん。なんか美人だなぁ。横にいる人たち。おぉ。なんかダサい、ゼウス。やだー、なんか。何そのスカートみたいなの。ゼウスの格好ダサいよ。安全かな？ゼウス。そんなしょんぼり似合わないかも、ゼウスに。パンツだけでもさ、着させてあげてください。貸してくれるわけない。貸してくれるわけないじゃん。ダサい、本当に。すごい。絶妙のダサさを更新している。ちょっと全然なんか、うーんって感じ。なんかさ、すごいね、かっこよくないの。こんなことやってて。新体操のバト、あ、わかる。とこしえ？なんだ？どういうこと？鍵？ゼウスのダサい映画に集中できんレベル。すごいよ。すごいよ。スカート履いてるもん、ゼウス。ちょっと待って、話の説明、ちゃんと理解できんかったぞ、今のゼウスのダサさに。ナイス、すごい。鎖を武器にしてる。かっこいい、やっぱ。わあ。
いや、いいな。全然そのさ、ゼウスのあのバトンとは全く違うかっこよさ。本当に素晴らしいですね。いいね。戦闘シーン、やっぱ、こうじゃなきゃ。いいな、共闘してんの。あ、やばい。まずい。工具やばい。嘘。嘘。コーギー。よかった。よかった。ヒュー。ジュース死んだ。ジュースあっさり死んじゃった。工具よかった。 やだ、なんか。 ヤギ来た。ヤギ来ちゃった。偉いね、工具。 かっこいい。おもろ。ヤギの悲鳴、いつも笑っちゃうわ。かっこいい。わあ、バルキリーかっこいい。 いいなー。でも結局仲間は。結局仲間は雇わずか。偉いね、子供たち。ゼウス倒しても特にお咎めなしなら何なんだ。もうみんなあれだったんじゃない？飽き飽きしてたんじゃない？ゼウスに。もうダサいよみたいな。パフォーマンス。いいね。なんかちょっと懐いてきてるのいいじゃん。こひょこひょしてんのかわいいね。 そうなの？怒っちゃった。かわいいな、嫉妬心。強めね。主人公に似るってやつだ。嫉妬。武器が嫉妬するってなかなかない。まあ、意志がね、あってかわいいですね。
飲めんの？本当？なんか恋人みたいなもんなんだね。嫉妬深くていいね。え、大丈夫かな？ここで。イチャイチャして大丈夫かな？斧の隣で。武器じゃないと大丈夫かな？わあ。へえ。どうすんの、顔だけで。バルキリーの恋愛事情気になりますね。やっぱバルキリーってやっぱあれなんですかね。女性が好きなんですかね。戦いでさ、一人だけ生き残った時に守ってくれた人が好きだったのかな、やっぱ。いい雰囲気なんだから、そう、ちゃんといいな。お。そう、頑張れー。ジェーン、落とせー。でもさ、このさ、躁状態のジェーンは元気だけど、中身が元気じゃなかったら、寿命を迎えてしまったら、死んじゃうのかな？わあ。ええー、いやだ、ちゃんと話し合おう。ちゃんと話そう？ジェーン。はあ。え、治りはしてないよね、でも。本当？へえ。でも健康な体を手に入れるっていうのは本当だけど、中身がね、変身解いた時にどうなのかね。ジェイさん、こんばんは。こんばんは。こんばんち。いやー。元気元気だよ。わあ。
わお。暑いですね。それは。確かに。夕飯は？夕飯食べたよ。食べた。食べたよ。ジェーン、どうなっちゃうんだろう。わかんないね。結局でも、どんどん健康になれたらいいんだけどね。なんの？なんだっけな？忘れた。でもなんか食べた。でもなんか食べたよ。ヤギ！この着地の仕方でいいんだ。ほえー。星ちっちゃ。ねえ。星の王子様の星レベルの小ささ。やっぱお、罠だったんちゃうん？わ、このつなぎ方。階層でさ、二人がつないでた手のつなぎ方だ。何ここ。ミキちゃんよく見てるね。へへへ。そういうとこ見んの好きなんす。何ここ。テントとかの中。罠じゃないの？これ大丈夫かな？クソ気になる。ごめんな、ピンファ。楽しんで。やっぱりそうだよねー。何？暗くて怖いなー。子供たちはどうしたの？やばい。まずい。門開いて何しようとしてんだ。門開いたら。門開いたら、言ってたじゃん。願いが叶うって。ところに行けるって。歯がボロボロな歯医者。歯は大事ですから。健康の証ですよ。何をしたいんだろうね、この人はね。あ、そうだね。このバルキリーの、死んじゃったのは、一人だけ生き残っちゃったのは、そうのね、お父さんがね、あれだったからだもんね。命じたからだもんね。怖ー、この世界。ああ、なるほどね。
神なんかおらんわみたいな。結局これどこに連れてかれてるんすかって。まあなんかあれだね、女性が2人に挟まれてるっていうのはね、不思議ですね。え、何されるんだろう。死からはさ、やっぱ逃れられないのではないかとは思いますけど、神でも。まあでも確かに、この人の信仰してる神様は民を全く救ってなかったもんね。自分が良ければいいみたいな。ラブ&サンダーってそういう意味なのか。ダメだよ、そう呼んだら。首が。マジでボルデモートにしか見えん。やばい。あ、歯が折れちゃうよ。ボロボロになっちゃうよ、歯が。子供たちは？それはそうだな。え、でも倒せるから、なんかやつのなんかホームみたいなとこでさ、こんなの。できるのかな？怖い。でもかっこいいね、色がない戦いって。おお。頑張れ。そう。神殺しの剣でも戦えるかな。でもゼウスを殺したんだからいけるよ。てかさ、ゼウスってさ、全能の神だからさ、自分が殺される運命なのも知ってたのかな？そんなわけないか。怠惰な生活を送っとったから、そういうものもなんか、衰えたのかもしれないね。うわぁ。ヤギ ヤギ！ミキさん、俺先に寝まっちゅね。あ、おやすみやじいさん。ありがとうね、来てくれて。ワンチャン偽物の可能性。あ、あれはゼウスじゃなくて、成り代わったやつかもしれんな。あー、大変。体が。え、かっこいいなー。バイバイ、ジェフさん。嘘！やばい、やばい、斧が。嘘、バルキリー。
キリしなんとって。救急パッド、救急パッド。おやすみ。やばい、まずい、一緒に帰ろうか。まずい、やばい、斧、斧、え、でも、でも呼び寄せたら来ないの？この、え、やばいや、本当に。ちぇ、本当にすごいな、頑張ったな、そんな状態でよく。何かが邪魔している。え、どういうこと？あ、こら、ダメだよ、自販機壊したん。あ、ちょっと壊したやつ壊したやつ。いや、でも本当にすごい。でもこんな状態のさ、ジェーン持っていけないよね。あ、ハンマーのせいなの？ああ、そういうこと？エネルギー吸われちゃって。ああ、うーん、でも、うわー、でもそうだよね、こんな状態の好きな人借り出せない。いいな、なんかこのさ、このイチャイチャしてるところのこのちょっと語彙力がない感じなんていうの、かわいい恋人同士の会話って感じ。リアルな感じ。そうそうそう、このバルキリーの着てる服かわいいね。一人で行くの？あ、かっこいい。やっぱさ、ゼウスが持ってるよりさ、ソウが持ってた方がええよこの武器。あ、子供たち？
なんで子供たちが生贄ってこと？そうそう、秘密の場所に行って、でその願いを叶え、そこにたどり着いたやつは願いを叶えるんだよ、何でもみたいな。え、分かんない、生贄かもしれん、分からん分からん、どっちなんだろう、そうなのかなって。え、どうなのかな。結局なんかみんなさ、なんかサノスもそうだったけどさ、自分の願い叶えるためだったら何でもするんやな。悪役が悪役たるゆえんというか、意味というか、そういう意味があるんだね、やっぱね。周りのこと考えられないやつが全員悪役なのかも。え、かっこいい、そう、あーかっこいい、信じてるのも。子供たちのことはでもやっぱどうでもよさそうやね、敵は。剣に頼るしか何にもできないんか、お前は。あ？うぜえ、このヴォルデモートみたいなやつ。うわ。鼻なしやろ。そう、今、鼻コンセントがさ、鼻コンセントがなんか調子づいてるわけよ、ピンファー今。え、かわいい。え、みんなかわいいな。いや、子供たちってなんでこんなにかわいいんだろう。なんかあのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのさ、子たちも思ったけどさ、やっぱ素晴らしいですね、かわいい、みんな。ハリー・ポッターで脳内再生してそんなもんよ。でもちょっとなんかハリー・ポッターにいつも関連付けちゃう、私がハリー・ポッター好きだからえ、すごい、こんなみんなに力を分け与えることもできるの？そうは。すごいじゃん。みんながヒーローだね。そうさん、子供高瀬マジパネっす。いやでもこう数がね、こんなにいっぱいいますからね。うわー、かっこいい、みんな。かっこいいよ。え、青いさ雷、そうの青い雷もさいいけどさ、やっぱこの雷っぽい黄色のやつ、金色合うね、かっこいいわ。え、こういうちょっと なんだろう、私ちょっと音楽のことあんまり詳しくないけどさ、エレキギターかな、エレキギターみたいな、こういうかっこいいのいいですね。頑張ってー、そう。みんなかわいい。お姫様みたいな子もいる。かっこいい。いいなー。みんな頑張ってるなー。ジェーンも戦ってる。あ、ほんま。
待って、いやいや、やめてよ。お、かっこいい。でもやっぱ来ちゃうよね。え、もう来ると思った。ジェーン、最後の力を振り絞ってってこと？待ってられないよね。そらほうや。ジェーン。でもかっけえ、ペガサスに乗ってくるジェーン、かっけえ。ムキムキでかっこいいな。なんかあれなのかな、ちょっとこうメタ的な発言になるけどさ、ジェーン役の人ってさ、なんかジェーン役のこのナタリー・ポートマンもさ、なんか別日に撮影してたりするのかな、やっぱりそのソーになる時とこのまあね、生身の人間の時とって。やっぱ友達な扱いなのか。なんだあれ、そうね、元気さが違うもん。うおー、え、なんか後ろでそうがガチンガチンやってんのいいね。おお。お、開いちゃった？え、かっこいい。え、アクセルすごない？やっぱリーダーやな。ヘイムダルの出演でかっこいいね。鍵開けるさ、いや、やっぱいいっすね。意志が強くて。え、イカスミパスタ食べた後みたいな口の中してるわ。お、剣壊れた。わあ、開いちゃった。わあわあ。わあわあ。ナイス、剣折れたで。え？一緒に？え、でも、嘘。どういう。あ、だよね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 。さすがにだよね。あ、ジェーン。行っちゃうよ。やばいやばい、行っちゃう。空いてるから。どこ、これ、ウユニ湖。ここウユニ塩湖。うわー、あ、でもなんか綺麗になってる、人間に戻ってる。うん、
なんか人間っぽいくなってるけど、なんでなんだろう。あ、チェーン。愛。確かに。最初は神からの愛を願ったんだよね。そうだよね。どうしたかったんだろう。どういうこと？自分が娘と同じ場所に行けないってことか。穏やかな顔。何を願ったんだろう。穏やかな心。ニコ。あ、娘じゃない？娘に会いたいって願ったのかな？そういうことね。ジェーン。待って。敵がスカルパターンなかなかない。まあそうだね。せっかく一緒になれたのに、また。そんな。そうは、なんでこんなにいろんなものを失わないといけないの？嘘。うわー。お父さんと一緒の亡くなり方だ。なんで？
娘を生き返らせてくれって言ったのかな。あ、そういうことか。会いたいとかそういうこ、あ、生き返らせて会いたいって。あー、ジェーン、マジか。かっこよかったな、ジェーン。ねえ、もっともっと見たかったよね。あ、すごい、稽古つけてる。ねえ、いいじゃん。すごい。あ、戻ったの？ルイン？え？あ、あー、こら！うわ！なんか受け継いでる。なんかパパになってんのいいなぁ。ね、かわいいね、娘ちゃん。ヨガの上ってね、男同士だったけど、そういうのもありかもしれん。ワンチャンでも、男性同士でもできるっていうのあるかもしれんやね、そういうね。何してんのこれ。うわー、ほんと何やりやんついてる。あれ？うわ、かっこいい！はっ！え、あの女の子の方がなんか愛の力ということでラブという、そういう、うわー、いいなぁ。だって最後にあの人は愛を選んだからってことか。なるほどね、タイトル返しね、そういうことか。うわー、でもよかったなぁ。でもなんか結構さ、あれだったね、そのこの全然アベンジャーズとか全然関係ないというかさ、あのこのソー単体で、マイティーソーシリーズ単体で楽しめる感じの、まあガーディアンズたちはいたけど、すごいいい感じでしたね。なんか前作のさ、あのバトルロイヤルの
メンツとかもねたくさん出てよかった。敵だジェンとソウのスチャラブね、そうそうそう、だからそのジェンの方をラブというかね、そういうことだと思ってた。でもまさかの敵のね、敵っていうかまああれだけどさ、敵の娘ちゃんのことをラブっていう意味だとは思わなかったな。え、おもろかったね。なんか単体で楽しめる作品でした。アベンジャーズマーベル作品ではあるものの、はい、うん、そう、ガーディアンズ見て、そういやマジでね、ガーディアンズ大好きだからさ、あの元気そうにしててよかった。あ、なんかあるよ、なんかあるよって思ったけど、あ、ゼウス、ゼウスだ、え、生きてた生きてた、ゼウス。なんだ、生きてたのか。はあ。生きてたんだね。別に死んでもよかったのにな。なになに？ダサシン生きとった。そう。え？え？え？息子もダサー。え？敵になるんか？え？次回作の伏線が出たぞ。またもう別にいいって。ゼウスは。だっせね。ヘラクレス、てか、あれなんだ。ゼウスの息子ってヘラクレスなんだ。どうでもいい。どうでもいいなぁ。ほんとに。でもなんかさ、あれだね。そのさ、ゼウスっていうかさ、神々もうちょっと見たかったなぁ。なんか、わーみたいな。なんていうの、あ、これ知ってる神だみたいなの出てきてほしかったけどさ、唯一知ってたゼウスがあんなんだったからさ、もっとなんか、でもなんかちょっとこれあれだね、あのさ、ガーディアンズシリーズのさ、あの金ピカの人たちいたじゃん、あの息子のさ、アダムだっけ、あ、アダムだ、アダムだみたいな流れちょっと感じない？結局あのヘラクレスなんか仲間になったりしんかな、アダムみたいにアダム良かったからな、最後かっこよかったからさアダムウォーロックいいよね、そう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 、あれ良かったかな。ガーディアンズがマジで完成されすぎてた、あの3部作で素晴らしかった本当に。でもロキが出てこないのがね、やっぱ仕方ないことだけどさ、悲しいね。あ、でも一回出てきたか、あの、あた背中でロキ出てきたか。でもなんかさ、あのさ、バトルロイヤルがさ、一番その前のこのシリーズのバトルロイヤルが前のどれが一番評判良かったじゃんか。なんかその理由もちょっと頷けるかも。ロキ出てこないからさ、やっぱこの作品って次回作でアダムとかシンガリアム出てほしい。あー、わかるな。なんかね、でもあれらしいよ、数年後にはなるけど、次回のあのソーシリーズ、マイティーソーシリーズの着想はしてるみたいな、あの言ってるらしいよ、監督は。小籠包の回もじゃパオパオパオ小籠包の回マジでよかった、パオくんあのキーホルダー出ないかな、マジでよかったねあの神々、あのなんか周回してる神々の中で一番いい神だと思うわ、パオが。パオがゆるキャラ感すごかった。あの中華街にいそうだね、中華街の店頭に店頭にいそう。それかあの修学旅行のお土産のストラップとかになってたりとかしそうマジでよかった。でも面白かったね、笑えるところもさ満載で、
とりあえず今出てる総シリーズはこれで全部だけど、楽しかったから、まあよしか。なかなかさ、その、ガーディアンズシリーズ、マイティーソーシリーズで、次はね、アイアンマンを見ようと思ってるの。アイアンマンの2と3、見ようと思ってるから。あれ、私さ、次の同時視聴ってどういう感じにするみたいなのってさ、みんなに、言ったっけ？みんなにスケジュール出したっけ？一人でやってみてし、同時視聴助かる。まあね、アベンジャーシリーズはね、まあなかなかね、そんなに、その、まあ、サブじゃなくてさ、メインじゃん、アベンジャーズシリーズっていうのはね、この、実際さ、1年前に私、アベンジャーズのシリーズを見たくて、その全部見たときに、マイティーソーシリーズとか、あとガーディアンズ・オブ・ギャラクシーシリーズっていうのは、まあ別にそんなアベンジャーズにそこまで関係ないから見なくていいよって書いてあったから見なかったのよ。でも今年、その結局そのディズニープラスを契約して見れて、ほんと良かった。面白かった。っていうかなんか、本当にマーベルの中で、なんだったら一番好きかもみたいな。スパイダーマンも好きだけどさ。次、アイアンマンが、そう、次はね、アイアンマンの、1はね、見たことあるから、2と3を見るつもりでいるよ。2と3を。だから、ちょっと待ってね。スケジュールってどんな感じで出してたっけか。ちょっと待ってよー。スケジュール、スケジュールと。配信スケジュール。ああ。あさってだね。あさってアイアンマン2見る。あさってアイアンマン2見る予定です。で、3は来週だね。1、2週とか。あ、1はね、アマプラにあるからね、よければ見といて。無料だった気がする、アマプラのレンタル。ガーディアンズとソウって絶対一人みたいなのいい経験になったら嬉しい。私もさ、そう、だから、特にこの二つはさ、まあ、シリーズ何個かあるし、いやでもなんかわちゃわちゃしてるし、みたいな感じだけど、見れてよかったよね、本当に。なんか、なかなかこういう機会がないとさ、私も多分見ようと思わなかった。でも、ルーちゃんにすごくおすすめしてもらって、絶対見た方がいいよみたいな感じでおすすめしてもらったから、もうね、マーベル作品は、まあ、全部は見れてないけど、結構ね、視聴できたんじゃないかなって思いますね。次はアイアンマンの2と3見て、で、ブラックパンサーも見たいなと思ってる。来週かな、多分。とか、まあ、あとね、トイストーリーもね、ピンファがね、リクエストしてくれたからね、見たいなって。トイストーリー多分1とかは、どっかで多分見たと思うんだよ。なんかその、金曜ロードショーとか、そういうので見たことあると思うんだけど、2、3、4はさ、全然見てない気がすんのよ。多分。なんか、特に3、4とかは全く知らんかもしれんから見たいなと思って、結局さ、その有名作品ってさ、見れないんですよね。なんかなんとなく、全部しっかり見る機会がなかったっていうか、あ、ジェン！ジェン！ヘイムダルじゃん。え、消しちゃったよ。嘘。ちょっと待って。この秒数の時、1分、1時間58分ぐらいの時にね、ジェーンいるよ。うわ。うわー。え、いい。なんか、1時間58分、57分50秒ぐらいに、ジェーンいました。バルファラに、そう、バルファラ、死んだ、戦いの最中に死んだらいけるっていう、まあ、楽園みたいなとこですか？に、ジェーンと、ヘイムダルがいました。みんなやっぱ、でも、死んじゃった仲間たち、もしかしてロキとかもいるかな？あ、いるかもしれない。死んじゃった仲間たちは、じゃあ、バルファラにいるわけだ。はええー。なるほどね。いやー、面白かったなー。ほんまやー、バルハラなのか、うわ。そうは帰ってくるって。
なんかあれらしいよ。あのね、次の層はね、層シリーズはね、監督が言うには、ちょっとおじいちゃんじゃないけど、お父さんとして成長した層というか、老いたって言ったらあれだけどさ、なんかその層を描きたいみたいな感じで言ってるらしい、監督は。娘ちゃんもね、成長して綺麗になったりしてるところが見えたりするんですかね。楽しみだね。でも多分結構数年後に、もう俳優年齢で、そう。まあね、いやなんか思うのがさ、ハルクの俳優さんっているじゃん。ハルクの俳優さん、緑のね。ハルクの俳優さんってマジで当初からしたらめちゃくちゃ老けたと思うんだよね。白髪が多くなってさ、もう本当にちょっと悲しくなっちゃうぐらい老けたなーって、なんかアベンジャーズシリーズ見てても思う から、そう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 。まあなかなかね、まああれですよ。酷なこと言いますけど、まあ大いには逆らえないので。でもハリー・ポッターとかもそうじゃん。だってもう今、あれじゃん、ハリー役のダニエル・ラドクリフなんてもうすごいことになってんじゃん。だからなんか、やっぱり難しいよね。同じキャスティングっていうのはね。確かにおじさん感あるよね。そう。結構さ、白髪とかも増えてさ、おじいちゃんに近くなってきてるなとか思ったりする。みんなイケオジになってくれ。いや、でも、本当にイケオジフェスティバルで、ね、素晴らしいと思います、マーベルは。マーベルはイケオジばっかり出てくるから、すこ。かっこよくて、強いイケオジがいっぱい出てくるから、すこ。すこなんだ。よし。終わったかな？終わったね？終わったね。よし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 。ストップと。イケオジ好きなんだけど、俺の欲求満たせるかな？でも、本当に、イケオジしか出てきません、マーベルは。イケオジじゃない人なんか出てこないかもしれません。マーベル来月やるけど見るべきなのかな？マーベルズ、来月にやる。何それ、マーベルズって。よっしゃ。ぜひピンファも見てみて。なんかね、ちょっとね、作品がね、多くて、大変だけど、作品が多くて大変だけどね、見る価値はあると思います。とっても面白いのね、アベンジャーズシリーズは。いや、なんか、でもやっぱり一番は私は、トニー・スターク、アイアンマンが一番のイケオジだと思ってます。ロバート・ダウニー・ジュニア。キャプテン・マーベルとミズ・マーベルもう一人。でもその辺のやつはさ、でもさ、あれじゃないの。アベンジャーズシリーズとか、ソーとかが出てくるシリーズの次のフェーズの話だから、次世代の話だから、どうなんだろう。なんか私はやっぱもうキャプテンアメリカとか、アイアンマンとか、ね、そういうその世代の人たちが好きだからさ、なんかなーとか思っちゃう。次のフェーズの話は。次からは劇場まで見に行こうかな。みやこ、ほんと？ でも次もしさ、公開されたら、どうなんだろう。次、マーベル作品で公開予定のやつって何なんだろうな。わかんないけどさ、映画館で見たよね。やばい、それ。噛んだ。紙まみた？紙まみた？すいません。映画かかかかんで見たいね。確かに。よいしょ。じゃあ、今日はね、ちょっとね、週明けのね、火曜日ですか？ 3 連休明けのね、火曜日の夜遅くまでね、見てくれてありがとうね、みんな。ラブ&サンダー面白かったですね。やっぱり、ジェーンはとっても悲しかったからけど、なんていうのかな。綺麗にまとまってて面白かったね。神雪チャンスか、神まみた。失礼、神まみた。シークレットウォーズってアベンジャーズ系の大物なかったっけ？何それ知らないかも。なんだ？全く、1ミリもわかんないかもしれない。マーベル？それも。まあでも、なんか、大物、今ね、大物をね、咀嚼してる最中だからね。マーベルのね、いろんなもの。だから、ちょっとここで満足せずにいろんなものをね、噛んでいきたいと思っている。休み今日で終わっちゃった。そうだよね。みやこはさ、4連休だったもんね。みやこも頑張れ。でもさ、土曜日から休み？だったらあと3日行ったら休みかい？だったら、ちょっと、
踏ん張ろう、乗り越え、乗り切っていこう、した敵も味方もいっぱい出るやつみたいな。いやでもヒーローものの原点っていうね、言うべきそのマーベル、やっぱり面白いですね。見ててハラハラするし、でもなんかそのなんていうの、アベンジャーズシリーズを見るにあたってさ、一番私がとか思ってるところって、そうなんかアベンジャーズたちとのその敵との戦いで、なんか街とかが破壊されて被害が損害になってる時が一番なんかあーってなるのよ。だからなんかそのアベンジャーズシリーズとはまた違って、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとか、マイティー・ソーシリーズとかも、まあ、もちろんその被害が甚大だったりするんだけど、なんかその、そことはまた別の観点で楽しめる物語があって、とってもね、見てて面白かったですね。みんなあなたにバッド・ボーイズ見てほしい。あ、ボーイズ？ザ・ボーイズ？ザ・ボーイズってやつ？なんかさ、ネットフリックスでやってるやつ？ネットフリックスでやったザ・ボーイズ、なんかさ、悪、なんかそのヒーローの裏側っていうかさ、アマプラでもあるよ。あ、そうなの？ザ・ボーイズみたいなやつ。あれ私なんかちょっと見たよ。でも気持ち悪くて見るのやめちゃった。なんかあのさ、ヒーローたちがヒーロー、ちゃんとヒーローじゃないっていうか、嫌なところがあるみたいなやつじゃないの？違ったっけ？ザ・ボーイズ見たけど、なんかちょっと大人向けというか、なんかすっきりしなくて気持ち悪くてやめちゃった見るの。なんかね、ザ・ボーイズはね、まあマーベルヒーローみたいな感じのヒーローが活躍する世界なんだけど、そのヒーローたちのがなんかちゃんとしたヒーローじゃなくて、なんか人間の汚い部分っていうのもあって、そのヒーローたちがの被害に遭った人とかが主人公なんだよね。完全に善ではない非系ヒーロー。そう、なんかそのちゃんと人間の汚い部分とか、なんか性欲とか、なんかそのなんていうの、お金の汚いとことかをその映してるみたいな感じで、そういう裏側を見て、で、なんか、そういう裏側を見てしまった、市民の人がヒーローを、見返すみたいな、そういうやつだったような気がする。ザ・ボーイズっていうのはね、ドラマシリーズなんだけど、ちょっと見たけど、なんか気持ち悪くて見るのやめちゃった。主人公の相方みたいな人が、ソーに出てきたライフル好きの兵なんて指定的になった人。あ、そうなんだ。へえ、あれでしょ、結局でも名誉の死を遂げた、坊主の人か。そうなんだ。なんかそんな感じだったっけ？忘れちゃったな。なんか、なんだっけな。じゃあ、ザ・ボーイズの話じゃないかもしれない。バッドボーイズかも。ボーイズ系多くて。じゃあ今日はね、これでね、終わろっか。そしたら、いや、ザ・ボーイズで合ってる。あ、そうなの？そう、クラウンに変えてしまいました。最初の2つの映画やぶんじゃん。そうしか、俳優自体がそうの欲もやらないと言っています。彼らがこれを変更しながら野球中で、あー、クラウンに変えて、あー、あ、そうなんだ。そう役の俳優さんが、このキャスティングというか、なんかその、この物語の脚本だと、そう役やりたくないって言ってるんだ。王様にしない。まあ、王にならないって言ったもんね、そうはね。そうなんだ。また見たいけどね。パパになったそうの活躍。ね。じゃあ、今日はこれで終わりにしようかな。そしたら。またね、明日はね、エイペックスのランクする予定です。ミルトくんと、多分あともう一人誰か来てくれると思うけど、フルパでランクして、そろそろプラチナまで上げたいなーって感じですね。っていうのと、あとは、木曜日、木曜日？明日、今日は火曜日。明日が水曜日。水曜日がランク。
木曜日がアイアンマン2同時視聴で、金曜日は休み、土曜日も休み、日曜日はサブスク限定ホラゲの予定でございます。よければね、みんな見てね、見に来てね。おちえきピンもありがとうね、お疲れ様、楽しい時間。ヒロさんありがとうね、こちらこそ仕事中なのに見てくれてありがとう。ソウの俳優さん、アルツハイマー出てきたら心配。マジでそうなの？悲しいかも、すごく好きだから。よくなるといいね。お疲れ様でした。みゃこもありがとうね、私と同時視聴したやつ以外のねやつも見てくれて嬉しかった。多分ね、面白いのディズニープラスたくさんたくさんあるから、よければね、他のも見てみてね。悲鳴待ってるね。悲鳴あげるかな、どうだろう。私ホラゲ耐久耐性あるからな、悲鳴あげたことないからな、人生で一度も。あつはいもね、悲しいね。そうなんだね、仕方ない部分もあると思うけど。お疲れ様でした、楽しかった、おやすみなさい。こちらこそありがとうね。じゃあまた明日も配信しますのでね、よければ見に来てください。じゃあみんなバイバイ、おやすみ、おやすみね。じゃあね、バイバイ、よいしょ、終了。みやこありがとう、くだまさんもありがとう、ひかりさん、ひかりさん見てくれたんだね、ありがとう。バイバイ、悲鳴をあげたらサブスク追加しよう、なんだと。バイバイ、バイバイ、ひるさん、ピンポンものし、じゃあね、あ、みんなの名前呼びますね。みやこ、みやこ、くだまさん、ひかりさん、ピンポン、ひろさんかな、全員呼べたかな。見てくれてありがとうございました。おやすみ。じゃあね、みんなバイバーイ。終了。ポチッとな。